ーソナルカラー診断とは、人の生まれ持った髪、目、肌に合わせて4つのシーズン、スプリング、サマー、オータム、ウィンターに分けて、それぞれに合うカラーを導き出すというものなんです。結構メイクとか髪色にもパーソナルカラーって影響してるので、奥が深いです。こういうね、ツヤがあるゴールドのものをつけると、うん、一気に顔色がパッと明るくなってツヤ感が増すんですよね。じゃーん。黄色みという色相は一緒なんですけど、うん、その明るさと暗さみたいな明度の面ではかなり真逆のところにいるんですよ、実は。それでは続きまして、田辺沙織さんとパーソナルカラーについてお話ししていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。サマーさんのご紹介をよろしくお願いいたします。はい、今回はサマーさんにベストコーデをね着てもらったんですけど、はい、もうザ・サマーさんカラーを詰め込みました。このニットの柔らかなパステルカラーが、ソフトな印象のサマーさんにすごくマッチしますよね。うん、すごい髪色も明るい感じがしますね。はい、で合わせたパンツも、はい、アジサイのような少しね涼しげのあるブルーのカラーを選びました。うん、はい、でグラデになるような感じでコーデを組んでいて、はい、結構今田辺と色地コーデみたいになっております。いいですね。はい、でもすごくおすすめなんです。こういう合う色調のカラーをグラデカラーにすることで、うんうん、パーソナルカラーって美肌に見えるだけじゃなくて、うん、こうつなげてアイラインシルエットを作ることで着痩せ効果もあったりするんですよ。なるほど。はい、あと、はい、サマーさんの特徴としてこう忘れちゃいけないのが、合うカラーの色を、ね、顔に当てるとちょっとこうおしろいをはたいたみたいな、うん、1枚ベールがかかったように肌が綺麗に見えるんですよ。うん、なんかクマとかくすみとか色ムラみたいなものを飛ばすっていう特徴があって、はい、なのでサマーさんは特に顔周りに、ね、合うカラーを持ってくるとすごく分かりやすいんじゃないかなと思います。うん、はい、その他こうポイントがあったらぜひ教えていただきたいんですが、はい、でポイントとしては耳元のパールなんですけど、うん、オータムの田辺はこういう白くて、あとちょっと黄みがかったホワイトのパールのネックレスをつけてるんですけど、うん、はい、こちらサマーさんにはややくすんだグレイッシュな感じのパールのものを耳につけてもらいました。うんうん、あとすごいツヤツヤしすぎてなくてちょっとマットな感じのパールなんですけど、この質感もサマーさんに合います。アクセサリーはシルバーのものがおすすめです。はい、これがちょっと分かりやすいので、はい、金銀ドレープっていうものがございまして、はい、比べてみようかなと思うんですけど、はい、ゴールドのものとシルバーの布があります。うん、当ててみるとすごく分かりやすいんですけど、ちょっと失礼します。はい、まずこれがゴールドですね。うん、イエローベースの人だとすごく顔色がよく見えるんですけど、うん、このブルーベースの方だとややくすみがかって見えてしまったりとか、あとちょっと肌の赤みが強調されたりします。赤みがちょっとある感じがしますね。で比べると、うん、まあ、お肌ももともと綺麗なので比べるとよくわかると思うんですが、シルバー、うん、シルバーを当てるとすごくよくわかると思うんですが、すっきりとした印象で品がさらによく見えるんじゃないかなと。うん、ね、で顔色もすごく整って見えますよね。これがね本当に面白いぐらい一目瞭然で、ね、うん、なんかシルバーからゴールドに変えても面白いかもしれない。はい、これが合うカラーですね。からゴールドね、わかります？わかります。全然違いますね。なんか小顔感もね変わるんですよね。はい、合わないカラーを当てるとちょっと顔の面積が広く見えたりする。なるほど、ですよ。すごい。これはせっかくなので、はい、日本さんにも当ててみていいですか？ありがとうございます。ではよろしくお願いします。日本さんはスプリングなので、うん、ゴールドとピンクゴールドが似合うんですけど、うん、ちょっと一旦当ててみます。まずは合わないシルバーから。はい、よし、当てていきます。はい、どうですか？まあ、キラッと輝く布が下にあるので顔色明るく見えるかもしれないんですけど、少し血色が抜けてややぼんやりとした印象になるかなと思います。ここからゴールドに変えていきます。シュッ。はい、より艶やかさと明るさが際立って目の中にパッと光が入ったと思いませんか？イエローベースの方にゴールドの布を当てると小顔効果が生まれたりするんですよね。
まあ、アクセサリーって顔周りにね近いところに来るものなので、うん、ゴールドなのかシルバーなのか自分に合うものを理解しておくことってすごい大切なんですよ、うん、そうですよね。大体このあたりアクセサリーシルバーがゴールドですもんね、はい、なるほど、ありがとうございます。ちなみにこのアクセサリーシルバーがサマーさんはいいということなんですが、はい、シルバーの中でもこういうシルバーがいいとかってありますか？はい、今ゴールドとシルバーで大きく分けて2つで言ったんですけど、うん、はい、シルバーの中でもサマーさんが似合うのはプラチナとホワイトゴールドです。割と両方合いやすいと思います。でもゴールドの中でも黄みがそんな強くないゴールドを選ぶと良いですね、うん、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。他に何かポイントがあれば、パーソナルカラーでコーディネートするのに重要なのが、うん、結構足先まで揃えると統一感が出るんですけど、足元もマットなネイビーのパンプスを選びました、うん、はい、まあ、こうすることによってシュッと細く見えると思います、うん、確かに、はい、ではその他のアイテムもしよければご紹介をお願いいたします、はい、すごい豊富に揃っておりまして、はい、このカラーにしよう、はい、こちらのブラウスなんですけど、サマーさんって結構ブルー寄りの寒色系のカラーが得意だっていう印象が強いので、うん、ピンクって悩むって方が多いんですよね、はい、こういう感じのちょっと青みがかった感じの、うんうんうん、でなおかつパキッと強くないこうくすみピンクはサマーさんにすごくおすすめです、うん、はい、顔に当ててみます。はい、うん、まあ、もともと合う色をあの合わせてもらってるので、はい、いいんですけど、このカラーをつけても、うん、こうお肌がスルンとベールがかかったように美肌に見えるんですね、はい、このブラウスだとすごく顔なじみが良いのですが、うん、はい、まあ、色調が若干違うんですけど、これはウィンターさん向けのピンクです、はい、さ、サマーさんにウィンターのカラーをのせるとちょっとパキッとしたカラーに負けちゃうというか、うんうんうん、柔らかくて儚げな印象がサマーさんの特徴なので、こう色にね、うんうん、こう色が前に出ちゃうっていう感じがあります、はい、次、はい、このパンツもとってもおすすめです、うん、こういうくすみがかったカラーとか、うん、ミント系のグリーンもサマーさんにはおすすめです、はい、例えばパンツがこちら で、はい、で、まあ、上からこうグレー系のジャケットとか羽織ってもすごくおしゃれですよね、うんうんうん、おしゃれだし柔らかいサマーさんの印象に合うと思います、はい、これだとこういう色もビジネスでも取り入れやすいですよね。そうですね、はい、そうですね。でもサマーさんのカラーは割と優しいカラーが多いので、うん、あのビジネスに取り入れやすいと思います。トップスとかでも、はい、あ、なるほど、好感度、ね、好感度高く取り入れやすいですね。いいですね。ボトムだと、はい、これもグレー系になるんですけど、うん、グレーだと結構沈んでしまうので、うん、暗めのチャコールとかよりは青みがかっていて、あとニュアンシーな感じのグレーを選ぶと良いです、はい、ね、こうやって合わせても、うん、すいません、絶対可愛いですよね、うん、馴染む感じありますね、うん、馴染む感じがあって、うん、統一感が出ますよね。はい、ということでサマーさんは以上で、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではウィンターさんのベストコーデをご紹介いただきましょう。じゃん、ザ・ウィンターっていう感じのね色合いで揃えてみました、はい、うん、すごいシックな感じで、はい、他のシーズンの人とかなり印象がガラッと変わるなっていう。あ、そうですよね、はい、はい、ポイントとしてはまずはトップスですね、はい、こちらのニットはボルドーのカラーを使ってみました。すごくシックな印象になると思うんですけど、顔周りにググッとね深め の、うん、あの冬らしいカラーを持ってくることで黒目の存在感が引き立つんですよ、うんうんうん、白目がより白く見える。あ、いいですね、はい、それがウィンターさんの特徴です、うん、やっぱりこういう黒髪もめちゃくちゃ似合いますよね、うん、全然印象がやっぱり違いますね、はい、でスカートなんですけど、はい、黒も積極的に着てほしいのはウィンターさんです。基本的に白と黒はどのシーズンでも、うん、あの着やすいカラーではあるんですけど、一番似合うのはやっぱりウィンターさんですね、うん、こういう漆黒が似合うのは、はい、髪の色に近いっていうことなんですかね。そうですね、うん、そういったところ目の色とか髪の色とも調和が取れるので、うん、こういうねボルドーかけるブラックみたいな、うん、他の方だとちょっと暗く沈んじゃうようなカラーでも、こう持ち前の肌のあの透明感とかでバランスが取れちゃうっていうのがウィンターさんなんです。なるほど、はい、その他は
グレーの色味ですね、うん、グレーも淡いグレーとかスモーキーな感じっていうよりかは、うん、結構濃いめのチャコールグレーがお似合いになります、うん、で全身のカラーがどうしても、まあ、ウィンターさんって全身のコーディネートがどうしても暗めのカラーでまとめがちなので、うん、耳周りに光物を持ってくるだとか、はい、あとは今だとパンプスもエナメルのものにしたんですけど、うん、ちょっとツヤ感があるものを足してあげると明るく仕上がると思います。なるほど、サマーさんはマットな感じ、ウィンターさんはツヤ感のあるものがおすすめということなんですね。ウィンターさんももともとツヤ感のある肌が特徴なんですけど、うん、そういったものを持ってくることでより強調されます、うんうん、なのでリップとかもツヤのあるグロスとか、あとキラキラのラメとかも似合います。なるほど、アクセサリーはシルバー系ということだったんですが、はい、ウィンターさんおすすめのシルバーカラーでいうとどんな感じなんでしょうか、はい、ウィンターさんにおすすめなのはプラチナとシルバーです。よりひんやりとした印象のものが似合います。なるほど、はい、では今着ていただいているもの以外にウィンターさんおすすめのアイテムをぜひご紹介ください。はい、まずはちょっと意外な感じのカラーから出してみようかな。じゃあこちらの意外と明るめのカラーもお似合いになります。これはパウダーパープルという色です。当ててみると白肌がすごく際立ちませんか、うんね、私なんかはオータムでこれを当てるとねくすんじゃうんですよ。なんかこういう明るいパープルが似合うのって本当に羨ましいですね、うん、こうやって当てるとクマとか肌のいらない部分が綺麗に見えるんですよね、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。意外な意外な、そうですよね、はい、なんか暗かったり、うん、ビビッとだったりなんかシャープな色しかないのかなって思うんですけど、うん、柔らかい印象にしたいときはこういうパウダーパープルとか、うん、あとパウダーピンクとかもおすすめです、うん、あとブルーだったらアクアブルーとかもいいですね。うーん、あでこれ色違いもあってじゃん、これもすごくウィンターさんに着てほしい一枚ですね。このこうツヤ感のあるブラックに負けない感じが、うんうん、これもすごくお似合いになると思います、うん、シックな感じで、はい、その他おすすめのアイテムがありましたら、はい、その他のアイテムだとこちらのネイビーもお似合いになります、うん、こうやっていろいろなボルドーをかけるネイビーの合わせってすごくおしゃれでなんかちょっとパリっぽくフレンチシックな感じに仕上がると思うので、はい、このカラー合わせもとってもおすすめです、うんうんうん、ビジネスでもすごい取り入れやすくなりますよね。確かに、うん、このねこっくりとしたボルドーとネイビーならそんなに浮かずに、うん、カラーリングも取り入れられるかな、はいはいはい、ということで今4タイプご紹介いただいたんですが、もう本当に合わせる色によってこんなにも印象って変わるんだなっていうことをすごく勉強になりました。ありがとうございました。最後に一つ紹介してもいいですか。ぜひお願いします。これがね白なんですよ。白がすごく面白くて、はい、白にもいろんな種類、白って200種類あんねんでって私の尊敬するアンミカさんがよく言ってるんですけど、はい、そんな感じで白にも本当にねいろんな種類があるんですよ、はい、これがね合わせてみると本当に分かりやすいので、うん、これも比べてみたいなと思うんですが、はい、先にウィンターさんに当てちゃいます、はい、今私が持っているのはアイボリーっていう黄みがかったホワイトと、うん、あとスノーホワイトっていう結構パキッとした黄みのない白です、うん、はい、両方合わせてみると違いが分かるかなと思うんですけど、はい、まずアイボリーを当ててみますね。こうやって当てると、まあ、すごくおかしい感じはないと思うんですけど、うん、肌のちょっとくすみが出てしまったりとか、うんうん、あと赤みが目立つことが多いです、うん、はい、こちらをスノーホワイトに変えます。シュッ、うん、どうですか。全然違いますね。すっきりして小顔に見えますよね、うん、はい、あとはこう自然のハイライトが入って肌が艶やかに見えたりとか、うん、白目の白さが強調されたりとか、うん、結構ね白って選び方が重要なんですよ。そうですね。逆に、はい、日本さんを、はい、じゃあ先に、はい、黄身の少ないスノーホワイトから当てていきます、はい、よいしょ。どうですか。ちょっと血色が抜けて顔色が悪く見えたりとか、クマとかあんまり見せたくない部分が目立っちゃうんですよね。これをアイボリーに変えます。肌にツヤが出て目も生き生きして見えるんじゃないかなと思います。どうですか。どうでしょう。どうでしょう。どうですか。どうでしょう。この色調が合うホワイトを当てることで小顔にも見えます。
全然違いますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。白で全然こんなに印象変わるんですね。そうなんですよ、うん、全く違いますよね、はい、具体的にアイテムがね、はい、ありまして、はい、じゃん、これがウィンターさんに合うスノーホワイトですね、うん、はい、ね、やっぱりさっきも当てたみたいにキリッとした印象になりますよね、うん、はい、このブラウスもパフスリーブめちゃくちゃ可愛いですね。そうなんです、ありがとうございます。可愛い、なんかキリッとした印象になるけど、うん、女性らしさもありつつすごくバランスが取れそうですね、はい、あと日本さんにおすすめのホワイトのブラウスがこちらです。はい、失礼します、はい、あ、すごいドットとドットですけど合わせるとこのちょっと黄みがかったホワイトがすごく調和が取れてるというか、あのマッチしてますよね、うん、なんか首で途切れる感じがないのかなと思います、うん、すごい、それがね本当にさっきも比べたけどこれだとなんかちょっと首とお洋服でパキッとこう区切られてる感じがあるんですけど、うん、こうするととっても馴染みがいいですよね。これがね比べると分かりやすいんですよ、うん、ちょっと黄みがかった方がイエベさんにおすすめという感じなんですかね。そうですね、はいはい、イエベさんは黄みがかったホワイトを選ぶのがおすすめです、うん、はい、はい、今回はパーソナルカラーアナリストの田辺沙織さんをお招きしましてパーソナルカラー別ビジネスウェア2022冬ということでお話をいただきました。田辺さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもパーソナルカラーを取り入れて印象をアップしちゃいましょう。このチャンネルでは今後もビジネスウェアに関する有意義な情報をお伝えしてまいりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみに。バイバイ。バイバイ。